最終決戦、剣心と獅子王の戦いの火蓋がついに切って落とされた。陰陽が如く、維新志士の影の人斬りに端を発する宿命の二人だが、激戦を経てきた剣心の体力は獅子王より明らかに消耗していた。倒れるには早いぜ。どうせなら華々しく散りな。この手この匂い、これは火薬。二の秘剣フレンカイナなんだ、本当に死んじまったのか。物足りない。手負い一人片付けた程度で油断するその甘さが、今も昔も貴様の命取りだ。獅子王誠、その首もらった。獅子王様、あ、いつそりゃ言ったように、お前はより俺たちに近いから必ず奇襲で来ると思っていたぜ。火をかけられた時、頭にも銃撃を食らい、動けなくなったため不覚を取った。だから同じ鉄を踏まねえよう、ここだけは重点的に固めてやる。調べが足りなかったな、最近たち。お前は千載一遇の勝機を逃した。そばからまた油断か、アホーだ。調べが足りぬのは貴様の方だ。油断？なんだ、これは余裕というもの。あんたは抜刀斎と違って本気で殺す気でかかってきたからな。俺の時代に名前だけは残してやるぜ。決して俺一人では死なねえ。帰国の道連れにしてやる。まだ夜も更けてねえの、寝言ほざいてんじゃねえよ。たった今見たばっかで、目の前で起こった現実の姿、伝説の一人日村抜刀斎、そして元新選組三番隊組長斎藤はじめがあっけなく目の前に敗れ去った。自然の摂理、弱肉強食ってやつか。弱えもんを食い物にして一番強えてめえがてっぺんに立つってか。叫んじゃねえ。剣心は今までそんな世の中のために戦ってきたんじゃねえ。剣心はてめえのように弱いものを糧にするんじゃなく、
自ら進んで弱い者の糧になろうとしたんだ。その結果がこれだ。お前の出る幕はねえ。もう戦いは終わったんだよ。終わっちゃいねえってんだよ。かかってくるなら、このいかんともしがたい実力の差をシッター埋めてからかかってこい。極み。来た、驚いたが。こそ忘れちゃいねえか。この俺の力を見くびるんじゃねえぞ。お前の力なんじゃ借りるまでもなく、こんな余興は俺自身の手で片付ける。お前は余興が終わった後、国取りのことだけ考えて、出番はこの後だ。獅子王様、ユミ、時間は
はい。15分前、残り5分。あとたった5分だ。残り5分ぐらい、俺の自由にやらせろ。来た、驚いたか。そろそろ余興の時間も終わりだ。なかなか楽しかったぞ、相良さん。お前の名前も俺の時代に残してやる。うるせえ。まだ終わりじゃねえぞ。残りの減らず口は地獄でほざくんだ。抜刀斎たちをすぐに後を追わせてやったら、せいぜい大差になる。あばよ。この弱い時代と共に燃え尽きしまいな。しよう。俺は絶対にてめえをここで止める。これが俺に残ったありったけだ。くらららら。どうした、この程度がお前の姿だとしたら、とんだ期待外れもいい。足りねえ。俺を満足させるにはまだまだな。来ております。とどめを。ちょ、不遂な邪魔がまた入った。おし、余計な手を出すんじゃねえぞ。まだ俺と獅子王の喧嘩は終わってねえ。俺が負けるわけにはいかねえんだ。状態や弥彦は剣心の帰りを待ってる。俺は剣心を無事に返してやんなきゃならねえんだよ。
様、なぜ。あいにくこっちも時間切れなんだよ。もう10分とっくに過ぎちまった。というわけだ。さてここらでお前ら皆殺しにしてやってもいいんだが、気が変わった。お前らの命預けといてやるぞ。勝手に勝負を終わらせてんじゃねえ。逃げを立てそうはいかねえ。ああ、勘違いしてんじゃねえぞ。俺は逃げも隠れもしねえ。大体そんな必要がどこに。勝ったのは俺、負けたのはお前ら。それが紛れもねえ現実だ。だが俺はな、まだまだこんなんじゃ足りねえんだよ。俺はもっともっと楽しみてえ。国取りも漁協も。だからお前らがちったマシになるまで待ってやろうって言ってんだ。そこんとこ吐き違えるんじゃねえ。情けをかけられて悔しがる暇があるんだったら、まず負けた理由を考えろ。弱いてめえが何より悪いと思えるようになれたら、今よりちったマシになるかもしれねえ。次の舞台が用意できたら迎えを出して、それまでせいぜい腕を磨いておけ。次こそ俺を満足させるために。ざけんじゃねえ。俺はまだ。どうした、行くぜ。法人新たな国取りの準備開始だ。はっ。抜刀斎斎藤をはじめ、そして獅子王誠、幕末の戦いを生き抜いてきた奴らとはまだまだ簡単には越えられない壁があるようだな。ちょうどじゃないか。獅子王を倒してねってことは何も変わらねえってことだ。虐げられてる奴らがいるなら、俺はその壁を乗り越えて進むまでよ。その後、剣心たちは何者かに救助され、崩壊した祠の外で見つかった。祠の跡地からは何も発見されず、獅子王の痕跡は瓦礫の底に消えた。十本刀もまた皆行方不明となり、明治政府は再び獅子王の影に怯えることとなった。だが、政府の予想に反し、獅子王一派の活動は沈静し続けていた。そして月日が流れ、答えは見つかったか。それは私に問うているのか、それとも
自分自身に問うているのか。俺の答えは花から一つ、迷うまでもねえよ。ならば行け。お主がいるべきところ、それはここではない。わかってるよ、女子だ。ただ顔を見ておきたかっただけだ。あんたのおかげで俺は。じゃあ行くぜ。ありがとうよ、アンチ。悪一文字を背中に背負った時から決めてたことだからな。改めて考えるまでもね、俺は強くならなくちゃいけねえ。これからもまだまだ、そして守っていかなきゃなんねえ。いつの世になっても弱いってだけで虐げられてる連中を、どこのどいつが相手だろうと、この手でいつでも守れるようになんなきゃならねえんだ。ようやくお出ましかよ。ましくたびれたぜ。すいません、こっちもいろいろと準備があったもので。で、何の用だ。獅子王の使いが。それとも今日は獅子王さんからの伝言を預かってきただけですよ。次の舞台が整ったとだけ伝えろ、だそうです。上等だ。早速案内してもらおうじゃねえか。いいんですか、他の人には伝えなくて。関係ねえよ、こいつは俺の戦いだから。他の奴も呼びたきゃおめえが伝えに行くんだな。それなら結構です。僕が伝言を頼まれているのはあなただけですから。あ、招待されてるのは俺だけか。さあ、でももしそうだとしたらどうします。やっぱりやめますか。構いませんけどね、僕はそれでも。バカ言うんじゃねえ、聞いてみただけだ。